ちは、こんばんは。ゲーム動画日報です。スターホースポケット駒場葵です。至らないところもあると思いますが、お手伝いさせていただきます。あ、どんどん収穫。あんまりメリットないんですけどね。プレゼントが届いています。そしてレアガチャ、これは何もない。再度ガチャを引く。ご存知ですか？駒場葵です。至らないところもあると思いますが、お手伝いさせていただきます。カジュアルってどんな服なんだろう。あ、そんなに変わらないな。メガネない方がいいですよね。大凶、もう一回。ラッキーバーの式た。クエストを達成しました。ご存知ですか？今512キロですね。何かご用でしょうか？今回は、前回宝塚記念1着メジロマックイーンと叩き合いになりました。今回は WBC 見違えるようです。走っていきたいと思います。キングジョージではもう間に合わないんで、3周ぐらい走ってから。いい感じですね。状態がちょっと心配ですよね。ご存知ですか？確かに適正な馬体重ですね。いい感じですね。なんか能力アップしてなかったかな。ご存知ですか？気合い十分ですね。人参ですね。いい感じですね。クエストを達成しました。元気いっぱいです。何があるんだ。ビールですか。そんなに旨味がないですね。これなら人参なんで。いい感じですね。何かご用でしょうか？あとちょっと2キロ足りない。もう一周行きましょう。状態がクエストを達成しました。そういえば、なんだって。クルミは巨大水槽でサメを飼おうとして床抜けて怒られたことがあります。大惨事じゃん。適正な馬体重ですね。それでも回復しないです。適正な馬体重のはずなんですね。適正な馬体重ですね。OK です。何かご用でしょうか？しっかり馬体重を、馬体重をうまく乗せて、レースに出せることができます。
ね、どうしましょうかね。ダートも決して悪くないんですよね、こういうこのぐらいのレースは。もちろんマイルを選ぶ策もありますが、まあやっぱりこれかな。岡部騎手18分ですね。ということでまた後で。聞いてくださいよ、何かご用でしょうか。さあ結果が出たはずです。スターホースポケット、お待たせしました。収穫可能。情熱の、いや、なんか情熱価格とか。お待たせしました。情熱価格って何だったっけ、ドンキだったかな。あと情熱のなんかありましたよね。なんだ、お肉料理。ひとまずあの WBC クラシックですね、 2000m、行ってみたいと思います。2番人気ですね、カタナラビアン2番人気。ただいまより投票受付を開始します。1番人気はこの6番のアクシスアイ、3番人気にタイプミリオン、いずれもプレイヤーホースです。ミッデーとかドアイスオーバーとかいるんですが、プレイヤーの馬の方が強いですね。行ってみましょう。さあ今まで2400を走ってきたんですが、 2000m 果たしてここでも通用するかどうか。ロンドンの競馬場で行われます。市街地を通るコースですね。WBC クラシック、近代競馬発祥の地イギリスに世界を代表する名馬が集いました。栄冠を勝ち取るのは果たしてどの国の代表馬か。さあ、ルクアス7番を2度超える特設コースに12頭が飛び出しました。まずまずのスタートかと思います。先行するのは何か、パワーポエティックスプリンツがかわしていきました。タイプミリオンは2番手待機、そしてその後ろからミッデイ、ドアイスオーバー、そして外からは11番フリーイーグル、それから3番アーキペント、12番スターオブコジーン、その後ろでやりましょうか、リップバンリンクル、その外からは7番カタノアラビアン、バーザー、内を通りまして6番アキサイ、差が開いてザグレイガツビー。さあ先頭の方はどうなっているか、アワポエティックスプリンスがレースを引っ張るようになりました。これを追って8番タイプミリオン、それから離されましてミッデイ、そして4番手にトワイスオーバー、外を通りまして11番フリーイーグル、アーキペンコ、外を通って12番スターオブコジーン、5番リップバンニンクルが内々を行っています。カタノアラビアン陣営が絶対の自信を持って送り出しました。さあ気合はどうなんだ、ワーダーがその後ろ、そしてそのうちに6番アキサイ、それから足毛の馬体ザグレイガツビー。アジサイってこういうか、さあビッグベンを左手に世界の強豪が直線に入ってまいります。カタノアラビアン直線伸びてくるのかどうか、先頭意地を見せるか、ハイプミリオン2番手に行ってイーグルが2番手、この場は粘れるか、タイプミリオン、パタノアラビアンも差を詰めてきている、外をついてパタノアラビアンが来ている、1着アクシスアイ、3着かな、アクシスアイにやられました。よく頑張りましたね。1着6番2着、悔しい結果ではあります。レースを終えた馬が
戻ってきました。クエストを達成しました。ちょっと勢いが落ちてきてるのかな。何かご用でしょうか。ということで、残念ながら WBC クラシック3着でした。私は逃げ馬が好きですね。勝てる馬はなかなかいませんけど。私は逃げ馬が好きですね。何かご用でしょうか。はい、というわけで、この秋になりましたが、ご存知ですか？ WBC クラシックは残念な結果になりましたが、この後の秋競馬でそういえば紹介したいと思いますので、応援よろしくお願いします。もし、応援といえばぜひチャンネル登録、高評価、ご協力いただければ嬉しく思います。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間あれば見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。12秒で行こうでした。